こんにちは、野菜の日チャンネルです。秋は美味しい果物がたくさんありますね。今日は甘さ控えめのバター生地に生のイチジクを乗せて焼くイチジクのカップケーキを作ります。材料はこちらです。バターは常温に出して柔らかくしておいてください。ボウルに入れたバターを泡立て器でほぐしたら、砂糖を加えて空気を入れるように泡立てていきます。砂糖とバターが混ざってくると、最初は黄色だった色がだんだんと白くなって滑らかなクリーム状になってきます。次に卵を割りほぐしてバターの中に加えていきます。卵は白身をしっかりと溶いて混ぜ合わせてください。少しずつ加えながら、その都度よく混ぜていきます。一度に加えると分離してしまいますので、ここは少しずつ加えながらしっかりと混ぜて、バターの中に卵を混ぜ込んでください。泡立て器でよく混ぜて黄色いクリーム状になったら完成です。泡立て器からゴムベラに変えて軽く混ぜます。ふわふわのクリーム状になったところで、薄力粉とベーキングパウダーを混ぜて、目の細かいザルでこしながら加えていきます。薄力粉はダマになりやすいので、必ずこして加えてください。切るように混ぜながら、粉がなくなるまでゴムベラで混ぜていきます。これで生地の完成です。4個の紙カップに生地を 65g ずつ入れていきます。カップの中に軽く生地を広げておきます。焼くとバターが溶けて生地が広がりますけれども、少しここで慣らしておくと膨らみが均等になっていきます。イチジクの皮を剥いて縦に半分に切ります。生地を入れたカップの中心に置いて、上から軽く押して生地に押し込んでいきます。生地が少し少ないように見えますが、焼くと2倍に膨らんでちょうどよくなります。170度に予熱したオーブンで15分焼いていきます。はい、焼き上がりです。ふわふわの生地にジューシーに加熱されたイチジクが乗っていて、とてもインパクトがあるケーキです。オーブンから出したら、竹串を刺して生地がつかないか確認してください。
熱々の状態で食べてもとても美味しいですが、しっかりと粗熱をとって翌日に食べていただいても美味しいと思います。どうぞ素敵なティータイムをお過ごしください。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。